はいみなさんこんにちは。2019年ここが出た官業本試験解答速報で私は民法と区分法系ねいわゆる法令系を担当します講師の小野と申しますよろしくお願いいたします。えー、さて改めまして皆さんねお疲れ様でございました。まあ令和元年度ね管理業務主任者試験受験ねお疲れ様でございました。 さあでこの動画でございます大体私持ち時間がですね15分程度まあということでねお話をしていくんでございますがえっとあらかじめお断りしておかないとねまずいことが1個あってねあのこのいわゆる解答走行の動画なんでございますが、えー、ついさっき試験終わってで私とねだからあとは太田先生亀田先生あとはねその他、えーね、多くのスタッフで解答出しをしたんです。で そのの足で私この動画をね収録してます、まあ、何が言いたいかというとねあのデータが全くないんですよですから皆さんがね、えー、この動画で、えー、問いの1番はね正解値何番で、ね、2番は正解値何番とでもって合格基準点はねこれぐらいと推定しますとかねいう内容を期待している皆さん申し訳ないですそれはできませんあのデータが全くないんで、えー、ですからね何のデータもございません まあですからね皆さん受験者皆さんがどれくらい取ったとかそれから印象さえ全然入ってこないですよ。で我々がねまあ去年こうで、ね、33点だったからじゃあこれこのぐらいなんじゃないのとかねまずに、えー、適当にに無責任に勘ででことができますただそれって今言ったように無責任な勘ですのでやっぱりこれは言えません。ということでね、えー、何番が正解史ですとかあるいはね、えー、何点取れば合格できますとか。 ね、そういったことは今回のこの動画ではね、えー、全く触れません。だそれを期待してご覧になっている皆さんは申し訳ないということで、えー、だ私は民法だから区分法ねあとはいわゆる法令系でございますまあそのいわゆる全体的な総括、ねえー、これをねお話ししていこうと思ってます。まああとはですね、えー、いわゆる規約とか適正化法ね、まあ、いわゆるどういう場合の実務系と言えばいいのかな、ねえー、その辺りは太田先生の担当で。 あとはねいわゆる設備系ですね設備か会計系ね、えー、そちらは亀田先生が担当なさるという形でまあ3人で分野を分けましてね、えー、その各項目の総括をしようと、えー、これは今回の動画のテーマと思ってくださいまあですから私も第体15分ぐらいねえー、から太田先生や亀田先生も15分ぐらい担当しますがねえ私は法令系なもので実務系ね規約ですとか適正化法関係を太田先生 から実実務務ね、実務じゃございません。設備会計あたりね、えー、そういった問題の方ねこちらを亀田先生が担当なさるという形ですさあというわけで私はね、まあ、民法区分法これ中心に行きますで民法はね民法というふうに書いてあるところが8問ありましたよねで、えー、区分所有法というふうにね書いてくるのはこれが6問と勘定していいのかな、えー、ただ今回面白い問題ありましたね えー、区分法に関してはですね、えー、問いの,あの、えー、っと何番だっけ、えー、39番ねまあ、えー、問いの十九番に「正しく並べると理事長の会員に関する」っていうねまあこれは本当に判例ですまあ結構有名な判例なんだけど、えー、その判例の中身を聞いてくるんだけどいやこれ知らなくても、まあ、よくある国語の問題かなという気がしてしまうんだけどねというものがありましたね。 まあでもこのね東三39番ねえっと並び替えをしていきます。A、で正しいのはどれですかってことなんですけどねまあこれはある意味判例の中身を知らなくてもどういったテーマが主催されているのかさえ分かればねあとはある意味国語の問題かなと思います。だとですねほら民事訴訟とかね、A、地震保険に関するとかございましたでしょ でもやっぱりこれも区分法って出ていればねまあそれを勘定した六問ぐらいありましたねあとは借地借家法とかね品格法とか宅建業法とかそれからあとは円滑化法とかそれからその他法令ってありましたよねまあその他法令で、ね、個人情報、ね、保護法とかね、身体障害者補助権法とかねありました、ね、ちょっとなんていうのかな、えー、細かいとかマイナーというか、ね、まあ珍しい法令というかね、えー、そういったものも出てきまして だから次第の内容としてはと言いますか特にね区分法が10問出てびっくりするとかね、えー、何民法3問しか出てないとか特にございませんでしたまあごく、ね、平均的な出し方かなと思います。まあというわけで、えー、この法令に関してもねまあ特に、まあ、意外なっていう側面はなかったかな。ね、まあということで、えー、この辺りにつきましたねあとほら えー、区分法と書いてあってもねこれ規約の話じゃんとかそういう問題もありますから、うん、まあだからね何が何問というね、えー、その区分けはあんまりできないんです。さ、まあ、っきも言いましたよね。あねいわゆる判例を並び替え問題ねあれ区分法の問題かなって気もしちゃうんでね、うん、まあですから何法から何問って言い方はあまりしたくないんだけど、えー、まあね区分法と言いながら標準管理規約のものもあればね、えー、規約と言っておきながらこれ区分法の知識じゃんというものもあって。 まあだから何何かからら問ってこといいこははあまり言たたくはななんんだだけどもだいたいそんな感じでしたねだから、えー、法令系に関しましてはねまあ出題の内容とかまあ内容っていうのはねどこから出たかというねその内容、えー、この点については特に目新しいものはないかなさあそうなるとね、えー、実際にこの難易度なんですよでこの難易度の取り方がですねまあ今回はちょっと言いにくいかな。 いやー結構皆さんねあの民法で割と気持ちおられた方多いんじゃないかなって気がするまあ例えば留置権とかね何あれって問題がありましたね、えー、まあ、ちょっと言っちゃったんでで、とりあえず私ねえー、とここにあの試験問題ね、まあ、あの原本をですねコピーしてね、えーまあ、受け取っておりますんで、まあ、皆さんも受けてるという前提でお話ししちゃいますよ。ね まだお手元に、ね、問題があるという前提とお話をします、まあ、そうではなくてね物、えー、は試しというふうに聞いている皆さんはまああまり気にしないで、えー、今年はそういう問題が出たんです令和元年度のね管理業務主任者試験そういう問題が出たということでまあ、だお手持ちの方はねえー、っとその問題開いても構いませんただ私あのすいませんやっぱり映せないんですよああすとですねすいませんあの目も入っちゃってるんでね えだからねあこれ何番答えてね英略発表したとかね、まあ、誤解を与えるとまずいんでそれは後日ちゃんとね、えー、ちゃんと法令を調べて裏を取ってね、えー、間違いないデータとして皆さんにインターネットね、えー、ホームページ等々でお伝えします、えー、要するにね正解者何番にするとかあとはね、えー、語学基準が何点ぐらいにね把握しますとかいうのはね後日ホームページ等々で公開しますのでまあそんなにすぐというわけではいきませんけど、うん、とりあえずお待ちいただければと思います。 で琉球県と4番で、ね、出てますね。これ難しいっすよ。いやこういうの難しいっすね、えー。それからですね、例えば問いの5番なんかもね、えー、問いの5番なんかもこれもね保証です。保証なんでございますが、ねえー、どこまで急所できるかとかね、委託を受けなかったら事前急所できるかとか、まあ、ちょっと方向性違うかなっていうものが出てきたんですね。 まあ普通保証とか言いますとね、えー、例えば影響力ねいわゆる絶対行と相対抗とか、ね、まあというか不自由性とかね、えー、随伴性とかまあ絶対抗相対抗ってあんまり言い方しないかな不自由性とか随伴性とかね、えー、そういったようなところも出てきたりとかまあそういうのあるかもしれないんだけど委託を受けていないとかねさらに、えー、主たる債務者の意思に反するとかまあ何かこう細かいところの条文をですね えー、ついてきた問題がありますだからね、えー、しっかり学習した皆さんはねこれわかんない、何これ知らないよっていうものがあったで、それがね、えー、例えばこの留置権についていきますと留置権ということをしっかりやった受験生の皆さんはそう多くないと思うんですよだからいきなり留置権ってポンと出されたときにねわ、何これって、まあ、多くの方がそう思ってるんですで、わかんない、難しいなってねまあ、大抵の方思ってるんですよ で、やっぱりやってないからわかんないかな。っていう意識を持てる。問題が例えば留置権ね。まあ、ところは保証なんかで行きますとね。おそらく皆さんは学習してますよね。だ学習したんだけど、何これ？っていうのはやっぱり気持ちえー、っとね。嫌な感じですよね。まあ、全くやっていないもので、さっぱり分かりません。って、まだ諦めがつきますよ。やってないんだから。で、おそらく合格を目指してね。一生懸命学習し。 でこの段階からこういう動画を見るような皆さんは一生懸命頑張った皆さんですよ。でそういった皆さんがね何これと思ってるんであるならばもうそらくみんなそう思ってるんです。だから安心してほしいんだ。だそこも安心してほしいんですよ。例えば保証一生懸命頑張りました。でもここまでやってませんよというんであるならばそれはえ、ね、え頃をご覧になっている皆さんだけではないんです。多分全、ね、受験生の方がそう思ってるんじゃないかな。ほとんどの皆さんですよ。 まあ、たまたまね、保証だけ詳しいとか。ね、えー、まあ、ね、もう本当に運良くね、いや、運良くで、ね、そこまでやってたよって方もね、いらっしゃれば、話は別だけど、多くないと思います。ね、まあ、だから、おそらく民法ね、何これ難しかったっていうイメージで、皆さん思ってると思うんだけど。ね、まあ、それは多分、皆さん同じなんで。ね、えー、その点については、あまり心配しなくていいと思います。えー、っとね、受験終わった皆さんだけね、自分だけできなかったっていう問題は、多分ないと思う。 頑張った皆さんは皆さん同じように思ってるはずなんで、えー、ただここから先はですねあの私ね、まあ、管理業務主任者試験だけではなくって、えー、マンション管理士とかあとはね宅建試験です、ね、まあそういった講座も担当してますだそういった立場からちょっと言わせてもらうとねやっぱりね管理業務主任者試験だけを目指して ねえー、そこだけでやってきたって皆さんは、えー、結構民法とかこれつらかったかと思うんだけど、ね、えー、っとねまあ普通そうねえー、っといきなりですね例えばマンション開始だけしか受けないっていう方はあまり多くないんですよねやっぱりね,ねあまり多くなくて、うん、やっぱりほら管理業務支任者試験と一緒に受けるとかあとはね、えー、宅建試験を受かったからじゃあ次は勧業とか満館とかいう方結構いらっしゃる。まあという 方ね、まあつまり、えー、例えば卓研試験を受験して、ね、でまあ例えば合格したとしてもいいあとね、えー、合格できなかったかもしれないけど頑張った皆さんどっかで見たようなネタが多かったんですよね。ねえー、例えばね、えーまあ、例えばできますとほら総裁なんかねあの不法行為と総裁なんか出るとね被害者は総裁できる不法行為ね加害者はできないとか。 えやってるはずなんですねねこれね、えー、あとは例えばこれね、えー、いわゆる定期、ね、建物賃貸借ありましたね借借屋をね、えー、定期建物賃貸借ね借借借借屋出ております、えー、定期建物賃貸借は、ね、書面でしなければならないとかまあだから、ね、えっ、ー、とまあ割とそういった知識をね やってる皆さんは解きやすい問題も多かったと思う。まあ、だから実際ね、今申し上げたようにそういったね別の資格試験を受けたときにね、えー、これをポイントとして覚えてる皆さんは解きやすい問題も多かったと思うんだ。ってことはね、えー、まあもするにまさにねね、えー、まあ多分今年卓見試験を受けてねでそのために頑張った皆さんはおどっかで見たことあるじゃんって、えー、そう試験ね卓見試験の時見たことあるよねって。 っていうようよなものがあったかと思う、まあ、だからそういう方にとってみれば解きやすい問題も多かったと思うんだけど、えー、ただ1年空いているとか同じ験受けてないよと、ね、管理業も就職試験だけ来たんだよという皆さんにしてみればもうちょっとこれ細かいんじゃないですかって問題があったと思うまあだ全体的なことを言いますとね民法とか区分法とかねそれからまあ、ね、区分あの民法なんかでもねあれがあったでしょ何、ね、あの同時履行の公弁権認められるとか生まれられないとかね その,ものあったりとかまああとね例えば問いの41番なんかもそうですよね区分法でもね区分法でもね理事会の決議により行う旨を規約で定めることができるなんて表現8の4番にあるんですね理事会の決議により行う旨を規約で定めることができるできないんでね、まね、あ、できないとかあるんだけどまあそういった何ていうのかな皆さんを惑わせるような表現なんですよ。要するに 規約で定めていいですかって、規約で別段の定めができますかどうですかっていうことを聞いてるでしょだから理事会決議でいいのかなっていう話じゃないんですよ規約で別段の定めしちゃってもいいのでもちろん規約で別段の定めねできるとしてもね、えー、例えば公平に反するとか、えー、これ不公平とかねまあ、あとは不平等になってしまうとかそういう規約の定めダメかもしれないよ でもそういったものではなければできるはずなんですよとかそういう話なんですだから出し方がですねまあなんというかうまく作られているかなって気はするんです、えー、単純にねいわゆる法令ですとかそういったねまあ条文をね見ておけばいいとか、えー、単純に過去問だけねしっかりやっておけばいいんじゃなくて、えー、過去問を使ってちゃんとね基本的知識をね、えー、まあ自分で考えて身につけたような皆さんでいくならば りね、要するに正解しやすい問題もあったかと思う。まあ、というわけでね、えー、っとレベルといたしましてはですねやっぱり若干、えー、去年よりりはは法令系取りにくくなっったと思ってます、まあ何て言うんでしょうね、えー、蓋を開けてみてね解説を読んで「なんだそれかよ」という問題もあったと思う。ただ現場でね、えー、2時間50問ないしは45問ですね1時間50分という制約の中で。 えちゃんと的確にねまあパッパッと答えられるような問題はそんな多くなかったと思うまあですから、ねえー、まあレベルといたしましてはね、まあ、蓋を開けてみればそうね、えー、そうそう難解で不可解な問題はなかったんですただ細かい選択肢が入っていたりとかね、えー、まあちょっとね視点をずらすような表現をしたり工夫した表現をしてきましたまあだから、えー、去年よりは若干レベル上がってるかなって気がします まだ法令系に関していきますとねすらすら得意例の問題多くなかったよって、うん、そうだと思います、えー、ただねやっぱり、うん、これはこうじゃないのっていうんでできてしまう問題もあったかと思うんですだそんなに得点がね極端に上下するとは思いません去年と比較してねええー、極端に上下するとは思わないんだけどただ問題の出し方のレベルは上がってると思いますまあですからね去年よりはね得点はしにくい のが法令だったかと思いますまあというわけでね、A、民法なんかもねまあ結構ねうわーこれ何ってもうねあんだけ頑張ったんだけどね自信持てないよという方多かったと思うんだけど、えー、そういうところはねまあ蓋を開けてみないと分かりません、まあ、実はねまあ3番よく分かんないけど4番だろうねってやったらお当たっちゃったとかね、えー、あると思うんです。だかかからそういうのを、ね、どういのねど出るか分かりません だから私がね、えー、この分析をしたね、まあ、本当に第一印象です。第一印象からいくと、去年よりは難しくなってるかなと思う。えー、レベルは上がってると思いますが、ね、まあ実際はね、えー、データが揃ってみないと分かりませんので、ね、まああまりね、えー、その点数、得点について、まあ気にする必要はなくて、とりあえず、ね、えー、まあ正解番号とかね、あとは語学基準とかが出てから、ね、まあそれまでは皆さんね、えー、っとね、お疲れ様ということで、 まあ、とりあえず頑張って自分を褒めてあげてください。さあ、ではお時間になりましたね。私の方のね、区分所有法ですね、とあと民法ですね。法令系に関しては以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。